はい、こんにちは、RQ19 です。今日ねすごいねたくさんねゲームが出ておりますけども、こちらねご紹介したいなと思いながらですね、なかなかね紹介できていないゲーム群なんですね。今日ねちょっとねこちらのゲーム群のところねザザッとねご紹介していければななんていうふうに思います。The Game Gallery。はい、最初ご紹介するのはこちらですね。The Expanse ボードゲームですね。こちらの方ですね、階段の方のね、ドラマが元ネタになったっていうボードゲームなんですけども、こちら出してますとね、トワイライトストラグルですね。カードドリブン系のゲームになってましてね、こういった、ソビエトとアメリカの冷戦時代を表しましたっていうね、非常にね、昔ボードゲームギークの方でね、1位をね、ずっと爆走していたっていうゲームなんですけども、まあ、これの系列を引いてるんですね。何を言いたいかっていうと、非常に特徴的なこのカードをですね、カードの方にはこのアクションポイントが入ってるんですけども、アクションポイントとイベントが入ってたんですね。これトワイライトストラグルなんで、冷戦時代の実際に起きたイベントを書かれているわけなんですが、自分のところのアクションポイントとして使うとイベントも発生してしまうんですね。アメリカ軍で自分にとって有利なイベントだとしても、ソビエト側のイベントで発動してしまうっていうのがあって、アクションポイントとして使うのかイベントとして自分で行使するのかっていうのは非常に悩ましいっていうね、そういうところがあるゲームだったんですね。なんでこのカードドリブン型って言われるこのカードを主体にしてゲームを進めていくんだけども、アクションポイントあるいはこのイベントのいずれかとして使うかっていうことで、直接相手を殴り合う戦争ものではないんですけども、全世界の各国にどのぐらいの影響力がありますかっていうのをですね競い合うっていうのはこのトワイライトストラグルだったんですね。でこの系統ももちろんたくさん出ているわけなんですけども、ご紹介したいなと近々思っているザ・ボードゲームエクスパンスの方も今言ったと同じ仕掛けを持っていまして、この宇宙のね、こっちが地球に近い方からね、こちらサターンとかね、ジュピターがあるように、土星とか木星とかの遠いところまでの各エリアのところの影響度ですね、直接殴り合うわけじゃないので、影響度っていうのを競い合うっていうことをするんですけども、それをやるのはさっきと同じこっちのカードのところの、ここのアクションポイントですね。アクションポイントで使うのか、イベントとして使うのかっていうことを、カードを取るときに悩みなさいよって、こういう仕掛けになってるんですね。プレイもめちゃくちゃ簡単になっていて、こっちのところに、本当にこれ並んでるだけなんですね。並んでるだけなんで、自分の手番のときにそれを取って、じゃあこれアクションポイント使えますよっていうと、じゃあそれで使ったらイベントカードを他の人が使っちゃう。ただし、トワイライトストラグルは2人用だったんで分かりやすかったんですけど、これ4人までプレイできるようになってるので、どの国のイベントですかっていうのが、使える国が決まってるんですね。だから、あ、俺が使ったらあいつ使っちゃうなとか分かってしまうんですね。だとしたらイベントがいいけど、僕にとって今どうでもいいんだけど、このイベントってここ起きるわけですね。こういうことになってるんで、ここのところマジョリティ争い、エルグランディアなんか想像したら分かるんですけども、それのところに自分の駒をどのぐらい置いてるか、そしてね、この宇宙圏を取ってればそこのところから影響を与えられるっていう、もちろん軍事力もあるんですけど、戦争はないですよ。軍事力はあったりするんですけども、そちらのところをこう取っていって、置くと、ここがねなかなか面白くできてるなと思ってて、これキンキンご紹介したいと思ってる作品なんですね。でなんでじゃあご紹介できてないかっていうと、まあ単純な話でして知らないんですよこれね。これさっきのトワイライトストラグルは冷戦がテーマになってるんで、どのイベントもね分かるんですよね。ああこういう戦争あったなとかね、ああこういうテロ行為あったなとかいうのを、こういう協定結んだなっていうの分かるわけなんですけど、さっぱり分からないんですよこれね。これどうもなんドラマの全部シーンなんですね。ドラマのところの中でいろんなシーンが出てきたり、いろんな登場人物が出てきたりしてて、ドラマ知ってる方にはかなりいいらしいんですよね。あいつ裏切るよねとかね、いうことがあって、海外のこのドラマがお好きな方にはかなり受けてるらしくって、これ拡張も出てるんですね。追加のシーズン2やなんかもあるのでっていうことになってるんですけどね、全部ピンとこないんですよね。でもちろん私やったんですけど、ここのねご紹介しても面白さが伝わるかなというところね、ちょっと今悩んでおりまして、ゲームとしてはこのポストトワイライトストラグルのカードドリブン型っていうことになっていて、4人までできるここのエリアの取り合いっていうところがあって、お好きな方は結構いるんじゃないかな。これ私日本語が自分でしましたけど、1枚も同じカードないので、ただ50枚ちょっとなので、そんなにしんどいわけではありませんが、これはちょっと刺さる方には刺さるんじゃないかなと思って、キンキンご紹介してみようかなと思ってます。もしね、これご希望の方だったらね、下にね、コメント欄とかね、書いていただければね、優先的にレビューしますんでね、教えてください。これがザ・エクスパンスですね。ちなみに4大勢力あるんですけども、4大勢力は今風になってるので、すべてバリアブルプレイヤーパワーなので、特殊能力もバリバリ持ってます。プレイヤーごとに俺は同点だったら勝つとかね、いうとんでもない連中もいるので、現代風に仕上がってる。ただし、ワンゲームはこれ60分ぐらいなので、すごく軽いんですよね。そういう点もあってね、少し面白いと思われる方いらっしゃるんじゃないかなとは思います。もう一つこちらはですね、これもね、ご紹介早くしたいなと思った作品で、ビクトリー・オア・デスなんですね。これね、ペロポネソス戦争のあたりをね、テーマにしたですね、まあ、ギリシアの方のやつなんですが、
ここほらご覧になって分かりますよね。ポーターマスタージェネラルって書いてますよね、日本語版も出てですね、非常にねファンも多いと思いますけども、こちら主計将校ですね。こちら第二次世界大戦になっていて、枢機軍と連合軍のね2つのチームに分かれて戦いましょうっていうね、まあ、6人ぐらいが推奨されてるゲームなんですが、この系統を継ぐゲームなんですね。なので自分の担当の国ごとに全く違うデッキを持っていて、お互いのチーム同士で戦いましょうというふうになっているんですね。で、何が最高に違うかっていうと、これ6人なんですね。これ4人なんですね。まあ、4人の方が圧倒的にプレイしやすいですよね。なのでゲームそのものは主計将校シリーズなんでそんなに変わりませんで、この当時のね、このギリシア中心とした地中海のところのマップがあるので、ここのところに自分のコマを置いていって、その時のコマの置き方によって点数を取るというのは同じですね。2チームに分かれているので、自分の手札の方から1枚プレイして、軍事力を増やすとか、相手のところに殴りかかるとかいうね、ここのところも完全に同じということになっている、4人用に縮んだゲームなんですね。しかもちょっと特徴があるのが、死刑証拠の時は誰かがプレイするたんびに点数がね、毎回つどつど点数が入っておったんですが、これね、つどつどでないんですね。ここに定期的にね、点数が入るシーンが決まってるんですね。1、2、3点数、4、5、6点数、7、8、9点数になってるので、毎ラウンドの刹那的というよりは、もう少し先を見た状態を見て、点数を取れる状態にしていきましょうって、まあそういうタイプのゲームに変わったんですね。しかもちょっと面白いのが、これ、4カ国のうちを 2-2 でこう割ってプレイするんですけども、2人のうち片方はアタッカーなんですね。攻撃が非常に重視のデッキになっていて、もう一つの方がディフェンダー、あるいは供給ラインを持たすということになっているんですね。この二つでチームで協力して供給ラインを維持できるように変わっているので、前の一見チームメイトを見ながら、チームメイト同士の協力ってあんまなかったんですよね。どっちかっていうと、みんなでこうガガガガガガって攻めていきましょうっていう、軍事力が攻めるってことだったんですけども、これは4人用になって、アタッカーとディフェンダーに変わったので、お互いのチームがうまーく、あいつの補給線を叩き潰そうとか、あいつのアタッカー来たからここのところで守りをしようなんていうことの役目がうまく変わったっていう、まあ同じやっぱりね、死刑将校シリーズの中でも色合いがかなり違うっていうことで、4人までプレイできて、これは非常におすすめですよっていうのを私聞いてるやつなんですね。残念ながら COVID-19 の影響でまだプレイできてはいないんですけども、これも早めにご紹介したいと思ってる作品ですね。これね、残念ながら日本語版もちろんまだないんで、私いろんなご協力いただいて、こう自分で日本語化したわけなんですけども、これは結構お好きな方いらっしゃることじゃないかなというふうに思っているのが、このビクトリオはですね。ちなみにこの死刑将校シリーズ3人用とかも出てるんですけどね、私個人的にはこのビクトリオはですがかなりイケてるんじゃないかなと今思ってます。ちなみに3人用は当然全員敵ですね。もう3スクミになってますからね。これはチーム戦なのでね、そこのところでもこれちょっとお好きな方多そうかなと思って、今なるべく早くプレイしてご紹介しようと思ってる作品ですね。はい、お次こちらですね、トライブスですね。デザイナーがですね、ラッセンハッカーさんになってて、これって日本だとですね、ネーションズとかね、作った方なんですね。この作品はですね、あんまり国内の方で紹介されてないんじゃないかなと思ってね、近々紹介したいと思ってるんですね。これでも実はね、リメイクになってるんですけども、なかなかね、非常に面白い仕掛けをとっていて、まあ、ここのところはね、文明のチャートになってるんですね。ここのところの文明のチャートのところですね、自分がまあ進化していけばいいなんていうことになっておるんですけども、こっちのところにね、こうなんかアクション選択タイルがあるんですね。で、これよくあるやつで、一番手前のところでタダでもらいますよ。奥のところ行くやったら、この物、お金ですよね。物を置いていきなさいよって、こういう仕掛けになってるんですね。で、ここを取っていくと、こう自分のところの陣地があるんですけど、自分のところの陣地のところは増やせることができたり、そこのところは産物が出てくるんですね。まあもちろん人間がいないといけないんですけど、産物が一定程度の条件を満たすことができたら進化することができるって、こういう進化すればするほど、次に引けるタイルの数が、次に引ける自分、人間の数が、移動できる人間の距離がっていうのがどんどん増えていくっていうのが、だんだんこのチャートのところを増やしながら自分の陣地を増やしていく。これが上に上がれば上がるほど最終得点になるって、こういう仕掛けになってるんですね。で、面白いのがここのところで並んでるやつ、当然誰かが選んだビリ肉ってよくあるやつですね。ぐる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 ビリ肉ってやつなので、お前毎回探検ばっかり取ってるだろうとか、おい進化俺にさせろよってみたいなこと起きるんですね。いやいや、ほんならお金置きなさいよ、なんていうことがあって、このタイプのどれを取ってもいいんだけど、お金を置いていきなさいよっていう、この仕掛けをね、非常にうまく作ってるゲームだと思うんですね。しかも、タイルの中には第1世代、第2世代、第3世代みたいなのが混ざっているんですけども、ぐるぐる回るって言ってるのになんだそれやと思うと思うんですが、こういうですね、イベント系のやつも入ってるんですね。もうこういう、まあ、とんでも大体ろくなことないやつが入ってるんですけど、こういうイベント系のやつも入ってて、攻撃力っていう全くどうでもいいようなパラメーターがあるんですけども、攻撃力があれば回避できるみたいなイベントが結構混ざってるんですね。もちろんたまにいいこともあるんですけども、こういうのが出てきて、じゃどうなるかっていうと、こういう嫌なやつってみんな引きたくないんですよね。引きたくないからこの上にお金を置いてみんな次のを取るんですよね。そしたらここにお金がじゃんじゃん溜まっていくんですよね。もういいわ。
こんだけお金貯まってたらもう俺このイベント引き受けるわなんていうことが起きるんですよね。このゲームよくあるこの手のここのところで早い者勝ちを取っていくっていうシステムの、ここにもちょうどイベントが出てますよね。仕掛けがあるのですが、これの中身のところの途中に定期的にこのイベントがあるおかげで、嫌だったら絶対お金は持っといて回避できるようにしときなさいよっていうこともあるし、通常のここの自分の領土を発達させるためには全く関係ない腕力っていう要素を鍛えとかないと後でイベントで辛いですよ。これ結構ねいいんですよね。みんなお金貯めればいいじゃないですか。僕腕力あるから関係ないしって言って、そいつがボンボンボンお金置いて、みんなも嫌だからしょうがないからすごいお金置いて、たまりにたまったらそいつがガバッと持っていく。だから腕力鍛えろって言ったじゃんみたいなことも起きるんですよね。この仕掛けの嫌だったらお金置いていって好きなアクションを選択すればいいじゃないって仕掛けのゲームは時折ありますけども、その中で第1世代、第2世代、第3世代っていうこの文明の発展っていうところをうまく利用して、この嫌なものを回避するためにはどういうパラメータにしとけばいいかっていうパラメータ成長とね、うまく合体したのは結構面白いと思うんですね。しかもこれね、ちゃんとテックツリーになってるんですけども、この並び方も毎回ゲームごとに変わってくるんで、必ず同じ成長ラインじゃダメなんですね。これ微妙に矢印つながってるんで、下から行かないといけないんですけども、ここのところの違いもうまくできていて、中量級の文明発達ゲームっていうのの、この選択型ですね、このアクションっていうのを合体してるやつでは、なかなかいいんじゃないかなと思いますね。これオリジナル版も私やったんですけど、オリジナル版なのにもうちょい調整があれば化けたのになぁと思うぐらいの完成度だったんですね。でその後こっちの方出てきて、こっち私もちろんやってるんですけども、あこっちなかなか良くなったなという感じがしていて、もちろんヘビーゲームじゃないんですよ。引きも結構ありますからね。ヘビーゲームではないんですけど、中量級の文明発達ゲームとしてはなかなかお好きな方いらっしゃるんじゃないかなと思ったんですけどね。なかなか国内のね紹介事例とかなかったので、これはねキンキンちゃんとご紹介したいなと思ってる作品ですね。日本の国内での流通あんまり見かけないんで、まあ大した英語書いてるわけでもないし、ルールもそんなに多いわけではないので、まあせいぜい7ページ8ページぐらいの、まあ、1ページ目ほとんどの、ね、コンポーネントですから、これセットアップですからね、まあ、ルール自体は 1,2,3,4,5 ページぐらいかあるかないか、これもでもいらないですね。ルール自体はもう4ページぐらいしかもうセットアップを除けばないので、非常に分量が少なくなっているので、海外だとね割とお安く手に入ること、私もこれイギリスから買いましたけど、ことがあるので、見かけたらこの手のがねお好きな方はね積もっといても損はしないんじゃないかなというタイトルになってますね。これがトライブスですね。お次こちらですね、パンナムですね。これパンナム空港って本当にあったんですね。一番最後に破綻しちゃうんですけども、そこのところをテーマにしたボードゲームということになってますね。これチームはですね、ライブやなんかでもご紹介してますけども、もともと半券ものが得意なジョーズとかね、バックトゥザフューチャーとか、最近だったグーニーズとかね手掛けてるあのチームなんですね。なんでこういう実際にあったものとかをテーマにして作るのがなかなかうまいチームなんじゃないかなというふうに思うわけですけども、まあ、こんな感じでね巨大なね世界航路図っていうのが書かれているわけなんですけども、それぞれいろんな航空会社のね航路があるわけですね。そこのとこで自分の手番が来た時にどういうアクションをしますかっていうのはプロットできるようになってですね、空港を作るだとか、そこの間の航路をつなぐとか、自分の飛行機がねだんだんこのアップグレードしていかないからですね、大きい飛行機ほどですね、まあ、遠いところへ置けたりするっていうアクションを選択できるなってるっていう、アクションを選択して終わるとここのところの航路を決める、まあ、そういう仕掛けになってるんですね。でいっぱいいっぱいになってくると、そこのところ吸収合併されていくんですね。どん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 こう吸収されていくっていうので、うまく吸収されたいようにして自分の航路を作り込んでいくっていう、そういう仕掛けのゲームですね。なんとなくねアクアイアをパッと思い出したような感じもするんですけども、なので非常に都合がいいところのこの空港カード欲しいんですね。どこの路線が取りたいですよっていうところのカードを取りたい、いやいやそうじゃないんだ、僕はもっと大きい飛行機も取りたいんだ、大きい飛行機がないとここの大きい空間は飛べないんですよね。これ大きい数字のところは大きい飛行機ないと置けないんですね。ちっちゃいところはチビの飛行機でも置けますけどっていう、この空路の空間やなんかのところをよく見ながら、そしてそこでどういう路線を自分のところで埋め込んでいって吸収してもらうか、エアラインズとかアクワイアとかね、この辺にピンとくる古参のゲーマーだったらね、これはねハマれるんじゃないかなと思うんですね。若干これ中量級ぐらいになってますね。このゲームデザイナーたち大体そういう傾向にあるんですけども、そこまでシリアスなゲームではないんですね。やや運の要素がちょっと肩である、イベントがね毎回起きるんですけど、イベントは結構強力なんですね。すごいプラスのものもあれば、すごいマイナスのものも出てくるっていうことがあって、イベントがちょっと強すぎる感もあるので、そこによって好き嫌いは出るのかもしれませんが、新しい航空機の航路を作りたい、そしてそこのところには様々な自分のところの空港も作りたい、そして自分のところの飛行機もだん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 アップグレードしていきたい、そして最終的には吸収合併される、まあ、この辺のねキーワードがハマる人はねかなり多いんじゃないかなと思います。あんまり国内の紹介事例見なかったので、私は結構ね
イベントがちょっと強いかなという感じはしながら、お好きな方は多いし、私も結構好きな方なんですけども、お好きな方も多いんじゃないかなと思って、これもキンキンご紹介したいなと思ってる作品ですね。まあ、国内どっか取り扱うっていうのは分かったタイミングでご紹介した方がいいかなと思ったんですけどね、どうも国内流通あんまりなさそうなので、まあどっかね適度なタイミングでご紹介できればなと思います。国内だとほとんど出回ってませんけども、海外だと米国アマゾンあたりで割とまだ普通に買えたりしますんで、これもね、さっきのね、吸収されたい、空路を作りたい、新しい路線を取りたい、もうね、本当にユニオンパシフィックとかね、エアラインズとか、あの辺がお好きなね、古参のゲーマーの方、そしてアクワイヤーのような吸収されたい方にはね、かなりいける。ただし、イベントが、ね、ちょっと強いので、そこのところで毎回ね、勝った負けたっていうの出るんですけども、そこがね、OK な方であれば、これはね、一発試してもらってもいい。そんな大きい箱じゃありませんしね、手元のところに持っててもね、アートワークもいいわけです、全体的にね。お好きな作品じゃないかなというふうに思いますね。これがね、パンナムですね。いいアートワークしてますよね。あとこちらの2つですね。これ K2 のね、オリジナルバージョンですね。こちらね、ロシアンレールロードですね。こちらどっちもですね、K2 の方はこの後ね、拡張版が出てますし、ロシアンレールロードはですね、ビッグボックス版が出るんですね。これのところにアメリカンレールロードとか、ジャーマンレールロードとか出てるんですけども、それが全部拡張版のビッグボックス版が出ますよということがアナウンスされているので、どっちもザゲームギャラリーでご紹介できてないんですね。K2 ってね、非常に山登りの厳しいやつですね。自分のところが2チームを持っていて、この山をね、実際登っていくわけなんですね。で、下のところはいいんですけど、上へ行けば行くと天候がだんだんきつくなってきて、しかも通れないんですよね。通行制限が非常にあるので、そんなところにテント張ったら俺の人間凍えて死んじゃうだろうみたいなことがあるっていうのの、デッキを自分のところを十分回しながら、いかに高いところまで行って無事に降りてくるかっていうことをね、競いましょうっていうゲームになっていて、これもね、ファンが多いゲームなんですね。私、この拡張版が出てるのね、そっちの方をご紹介しようかなと思っておったんですけども、まあ、こちらのね、オリジナル版の方をね、譲っていただけたので、まあ、こっちの方でご紹介してもいいかな、どうしようかなと、これちょっと悩み中ですね。ゲーム自体は間違いなく面白いんですけども、もう今、最新版の方で皆さんお持ちになっているので、K2 の紹介はちょっといるかな、いらんかなというのは悩ましいところで悩んでます。ゲーム自体は抜群に面白いんでね、気になる方はね、下のね、コメント欄のところでも、ぜひこちらの方もお寄せください。で、こちらのね、ロシアンレールロードも全く同じですね。今年、拡張セット版のビッグボックス版が出るので、それまでにこれをご紹介するか、そもそも入手難なんですよね、これね。なので入手難だし、これ後のジャーマンレールロードが特に入手難で世界的にないので、その時にご紹介するのがいいのかどうかっていうのはちょっと悩ましいですね。ただこれ、強烈に独特のゲームなんですね。これちょっと出しますけど、こっちがワーカープレスメントのボードになっていて、まあ、ここに置いていくわけですね。で、最近と、しばしばよくある、ここはね、人数制限があるんですね。ここ置きたかったら2人置けよとかね、ここなら1人でいいよっていうような、人数がコロ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 変わるっていうタイプなんですけど、全然線路引き要素がないじゃないかと思ったらこっちなんですよね。こっちのところがこれ各自のボードに用されてて、ここ3本路線があるんですね。そこのところに対してそれぞれどこまでこう奥へ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 って進めていくことによって、それぞれの特徴がね、途中で特殊効果を得られていくって、こういうタイプなんですね。なんで、このどの鉄道を進めていくかっていうと、ここにもですね、工場的なものを建てられるわけですね。ここも進めていくよっていう、この3つプラス1のここのところの運営をどうするかっていうのは非常に悩ましくて、これオンリーワンゲームなんですね。こういう仕掛けを持ってる鉄道ゲーム他なくて、非常にこれファンも多いゲームなんですよね。なんで、こちらのところは非常に若プレで分かりやすくなってて、これ全部特殊能力効果ですからね。ラウンドごとの特殊能力っていうのが出てくるようになっていて、まあそれを取るっていうようなところになっておるわけなんですけども、まあここのところを取っていくのか、それとも自分のこれを進めるのかっていうところ、あるいはそれに必要な素材を手に入れるのかっていうのを、まあ純粋に若プレで置いていくっていう、非常にここが分かりやすい。スッキリしてますよね。こういう若プレの部分と、ここが難しいんですよね。どの路線をどこまで奥へ奥へ進めていくのか、それともここの下、ここにこういうタイルを買って刺していくんですけども、これを刺していって、ここをいかに進めていくのか、露骨に得点が出てきますからね。こういったところのどこを進めていくのかっていうのを、他の人と駆け引きしながら進めていくっていうのは、このロシアンレールド、ものすごい面白い作品なんですね。個人的に若干気にならないのは、特殊能力がちょっと強すぎると思っていて、初手番の人から必ずそこを取るっていうのは大体パターンになっちゃうんですね。最初の1ラウンド目、2ラウンド目の初手番取った人がかなり有利なんじゃないかなと、個人的には若干思いますが、それは私のやり込みが足らないだけかもしれないので、なんとも言えないんですが、ただゲーム面白いんですね。勝った負けた以外のところのゲーム面白さってやっぱりまあ十分あり得ると思っているんですが、そこのところが新しいやつ若干改善してくれればなとかね、いうことを思うわけなんですね。最初買うときは高いよとかね、下がってくれれば安いよとか、なんかこうちょっともうちょい工夫があればいいなと思ったりするわけですけども、そうしたところを除いたとしても、この独特な3本の路線、よく地図やなんかで線路引くゲームはたくさんありますけども、ここが全く独特のこの
線が単純に書いてるだけでもこのコストのかけ方が難しいんだよっていうのがいろいろねパターンが用意されてるっていうところもねなかなか面白いと思うんですね。こうしたところがあってこのロシアンレールロードの方もこのファンの方は非常に多いゲームなんですけども今年のねビッグボックスの方が流通してからご紹介した方がいいか、まあ、先にお知りになりたい方が多ければ先にこの基本のやつと、まあ、アメリカンレールロードだけ入れてありますんで、まあ、それを入れてご紹介するかっていうのはこれもちょっと悩ましいところですね。これもねご希望があればねコメント欄のところにいただければ優先化しようと思います。で、あとこちらですね。これね、ジャーニートゥーザセンターオブジアースですね。まあ、いわゆる地底探検ですね。まあ、紙ペンゲームですね。これね、マネスさんなんか取り扱ってらっしゃるんですけども、これは紙ペンになっていて、この地球の真ん中にね、潜っていきましょうってタイプなんですね。で、ペロペロっとめくっていって、そこのめくった組み合わせによって、この1から9、この A から I のどこにこのマークを書きましょうかっていうことを見ながら潜っていく。そして途中のところでは、怪獣が出てきたりね、なんかするのをいかに避けながら、そして途中で行っている水がないと潜れませんよっていうことがあって、これはこれでなかなかね、こんな形になってだんだんだん繋がっていったりして、かつ途中ね、出口がね、出れなくなってくるんですね。火山爆破したりするっていうのは出れなくなったりするっていう、なかなか面白い仕掛けを持ったゲームなんですが、かなり地味なんですよね。しかもこれ、線を引くのと、この怪獣とかイベントがあるやつが、イベントの方が多くて、線の方が確か4割5分ぐらい、イベントが 55% ぐらいになっていて、かなりね、覚えないとこれ、まともに出れないゲームなんですよね。こういうところがあって、ちょっと面白いんだけど癖がある紙ペンだなと思っていてご紹介するのをね、若干ためらってるゲームですね。個人的には嫌いじゃないですけど、もうワンパンチね、ひねりがあれば、めちゃくちゃヒットしたのになと思っていて、もう紹介するのいつごろするかなというね、悩んでるゲームですね。で、最後こちらですね、これギリギリに届いたんでね、今持ってきましたけど、ファーナスですね。2021年8月にね、国内版がリリース予定のゲームなんですけども、スマートフォン株式会社のね、デザイナーさんが作った中量級のゲームなんですけども、これはね、抜群にいいです。これはね、元気になるべく早くご紹介しようと思ってますが、どんなゲームかっていうと、入札とエンジンビルドのね、ゲームなんですね。これ面白い要素しかないんですけども、これがね、自分のところのエンジンビルドのカードなんですね。これまあご覧いただいて分かる通り、鉄を1個入れたら、1回変換できて、4石出ますよと、まあこんな感じなんですね。で、例えば、これ後でアップグレードできるんですけど、アップグレードすると、石油を突っ込むと4金手にありますよ。これ勝利点なんですね。4点手にありますよ。2回まで変換できますよって。これは全部エンジンなわけなんですね。でこのエンジンを手元の方に集めてきていって、それを動かしていって、勝利点に変えていきましょうと。まあ、こういうゲームなんですね。で、序盤の入札がすごく面白くなっていて、ここのところに各プレイヤーは1から4のチップを基本的に持っていて、序盤はこれをこうやって置いていくだけなんですよ。もう好きなように、こんな風に自分の欲しいところにこう置いていって、置いていってって、こうみんな置いていくんですね。で、置いていって全員置いて終わったら一番数字が大きい人を取りますよと。これだけなんですね。なんてことはないような気がするんですが、同じとこにはね、自分2回置けないんですね。で、同じ数字も置けないんですね。ここがなかなかこう渋くなっていて、なんで4置けば、まあ、必ず基本勝てるんですが、これ面白くなってるのは、さっき私下側紹介しましたよね。これ上側が問題なんですね。こっち上も書いてますよね。ここ黒の3の人勝ちますよね。で、もらうんですが、この負けた人、何のためにこう入札してるんだっていうと、これもらえるんですよ。この白の2を置いたことによって、この石2が2回もらえて、この人石4もらえるんですね。この人エンジン動かしても石2回しかもらえないのに、この人これを置いただけで石2回ももらうんですね。そっちの得じゃないかと。こういう仕掛けがあって、そのカードを手元の方にもらって、エンジンを作りたいのか、いやいや、そうじゃない。今すぐこれ欲しい。俺鉄欲しいんだよ。例えばここがこんな風になったら、この人3鉄持ってくるんですよね。ほんまかっていうぐらい鉄貴重なやつなんです、このゲームね。っていう仕掛けになっていて、カードを手元の方に持ってきて、このカードはさっき言いましたね、ある条件があったらこうレベルアップできるんで、レベルアップすると得点源とかね、よく変換できるようになってくるので、それはそれでいいんですが、収入フェーズがないんですよね。この入札フェーズが終わったら各人のプレイヤーの手元のところにこういったカードがバカバカバカっとこう来ているだけなので、はい、それぞれ動かしてください。じゃあこれ1回動かして石2個もらいます、これ動かして鉄1個もらいます、終わりなんですよね。これが終わってしまうと、もうこれが全部こう綺麗にこうなくなってるはずなので、はい、じゃあまた元に戻して、じゃあ第2ラウンド始めますっていう、こういう形で進むゲームなんですね。なので序盤のラウンドは当然カード欲しいんですよね、変換したいから。でも後ろのラウンド行けば行くほどね、もうカードいらないんですよね。いかにうまく負けたいかっていうゲームに変わってくるっていう、この同じ数字が同じ場所には置けないっていうことと、負けたことによって、これがパッと来られたら、俺負けたけどしょうがない、これ歯車3個もらうけどいいよね、なんていうなるっていう、この独特な勝っても負けても嬉しい入札っていう仕掛け
と、あとは手元に来たエンジンをパカ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 って動かして勝利点に変えていく、これを繰り返すだけっていう、これはお好きな方相当いるんじゃないかなと思います。私ももちろんプレイ済みですけども、これはねなかなかいいと思います。言語依存全くないんですけども、このエンジンビルドとこの特殊な負けた人にもメリットありますよって入札の仕掛けが合体したのは、やっぱりこのデザイナーね面白いものを作ると思いますね。でもう一つ味あって、プレイヤーごとのスペシャルパワーがあります。これ結構強いです。これをどれを取ったかによってうまく戦略をしないと、自分だけもう一個持ってるランチもいます。自分がこう一回エンジン使ったら、まあこれ使ったこと分かるようにするんですけど、自分だけもう一回使えるなんていうやつもいますのもあるんで、このスペシャルパワー、ここは言語依存結構あります。スペシャルパワーのところとこの入札とエンジンビルド、これが合体したこのファーナス、かなりいけるんじゃないかなと思って、こちらはねなるべく早くご紹介予定です。 The Game Gallery。 はい、というわけですね、私がねキンキンご紹介したいなと思ってね作品をね今日ね一気にねこちらの方でご紹介してみました。なかなかねそれぞれ、ね、癖があるね作品になって、ね、私それぞれ好きなんですけどもね、まあ、今ご紹介した方がいいのかなとかね、ご興味があるのかなとかね、なかなか悩ましいものがありますんでね、これでねどのゲームを見たいかなとかありましたらね、ぜひね下のねコメント欄の方にお寄せください。ライブの方でも結構いろいろ紹介してるんでね、ライブで喋ったゲームをこれレビューで見たいよとかありましたらね、そちらの方でもリクエストいただけますと幸いです。はい、というわけで今回ですね、私がねキンキンご紹介したいゲーム特集でございました。ザゲームチャンネルの春キュジキでした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですねプレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。